由依さんの遺体は左手首が切断をされたようです。犯人はかなり芸術的感覚を持った人物と見て、アーティストなんだよ犯人は。私にもその表情の作り方を教えてくれない？警察には捕まえられないと思うよ。普通の連中には動機が理解できないだろうから。あなたには理解できるみたいね。世の中には殺す人間と殺される人間がいる。私の何を知ってるの？何も。君も犯人と同じだ。そういう遊びが好きなんだ。